さあスキンが出るぞ。もう絶対スキン出るからね、これ。もう絶対スキンだから。はい、ポッ、はいスキン、はいスキン、はいスキン、あ、スキン。嬉しいよな、嬉しくないよな。まあ、とりあえず見てみるか。ちょっと待って。はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。今日はですね、最近コメントとか生放送でもよく聞かれてた僕が今使ってる迷彩についてね、ちょっと紹介しようと思います。で、僕が今使ってるこの紫の迷彩は、Twitch プライムの特典迷彩ですね。まあ、Twitch はまあ世界で一番こう主流なゲーム配信サイト、まあ、有名なとこだと忍者とかシュラードとかいるじゃないですか。まあ、彼らも Twitch ストリーマーですよね。まあ、その Twitch の有料会員の特典で、その有料会員の Twitch プライムになるには Amazon プライムに入ってる人はね、無料でなれるんで、まあ、結構ちらほら持ってる人もねいると思います。まず Amazon プライムで、Twitch プライムになる人はほんとめちゃくちゃ簡単で、 Twitch、Amazon 連携とか調べると一瞬で出てくるんで、もうあとはクリッククリックですぐできると思います。で、 Twitch プライムになった人は、Twitch のホームページに行って、右上のプライム特典ってとこをクリックして、そのコールオブデューティーの欄をクリックで、あと必要な情報をねポチポチっと PSN の情報とか入力するだけでも簡単で、簡単にゲットできます。僕もね、昔から Twitch で配信してるんで、まあよかったらね、概要欄に貼っておくんでフォローぜひお願いします。まあ、Twitch の方が高画質で、あと過去録画が見えるんで、まあ視聴者さん的にも結構嬉しいかと思うんで、ちょっとね今 PC をね新しく検討中なんで、ちょっと時間かかってるんですけど、まあパソコン新しくしたらね、 Twitch で結構高画質配信やっていこうかなと思うんで、ぜひよろしくお願いします。はい、というわけでやっていきましょう。かなりかなり目立ってる、なんかパナップのブドウ味のパッケージみたいになってるんだけど、本当はねコントロールやりたかったんだけど、今昼間に撮影してるんですが全然マッチングしなかったので、ハードポイントですね。さあ、で今日はマドックス、ちょ最近使ってなかったので僕のメイン武器使っていきましょう。さあ、まず左からちょっと時間を置く。で、敵が窓に入ったぐらいのタイミングで詰めるけど、いないってことは敵は左側詰めてきてなかったんだね。これやっちゃいましょう。後ろか、これはカバーしてあげたい。で、敵は正面早いと思う。もう来るよ、多分ぶつかる。で、ちょっとダメージ与えてる間にリロードして、で、こうスライディング打ち。これは死んだかもしれないけど、なんか生きてる。で、窓来てるんで倒したい。弾がない。弾があれば勝てるんだけども。さあ、そろそろローテの時間だね。敵さん左湧いてきてないの。湧いてきてない。じゃあこれタックリパで耐えちゃいましょうか。で、センターカバーしたいところ。で、その柱の裏にいるので、1枚倒して2枚倒して、こうパンチで、リロードする。で、ちょっと回復入れないで打ち合っちゃおうかな。敵ほとんどセンターなんで、ここは顔出しちゃいもうかなと。で、これ後ろ湧いちゃったと思う、多分。後ろ湧いてる。ちょっと詰めすぎた。調子に乗った、これは、正直言って。ちょっと、調子に乗っちゃった。で、この辺で角待ちしてみましょうかね。入ってくると思う。ちょっと味方が少ないんで、ここは待ちます。一人で突っ込んでもね、何もできないので。わお。まあ、とりあえず UAV 出せたんで、味方の援護にはなってると思うんだよな。一応さっきゲットしたモズちゃん、あるんだけどさ。悪くはない。かっこいいっちゃかっこいいんだけど。壁抜き、いけるかな。で、こっからロングで。まあ、ちょっと、倒すんじゃなくて、威嚇程度ですね。あれも威嚇程度。ちょっと撃つだけで、うざいんで、敵からしたら。で、ローテなんですけど、今回はあえてこっちからローテしてみようかな。よいしょ。で、今、味方がレーダー見ると、反対側でね、リスポーン潰しに行ってるんで、こうすることによって、挟めると思う。で、しかも敵のリス、ぶっ飛ぶと思う。タップ打ちで。あれもちょっと当てて、引っ込ませてる間に突っ込むっていう戦法ね。あれ、階段にいたな。ちょっと厳しい。で、その角にいるから、タックリプ剤まず焚いて、ちょっと当てて、引っ込ませて、その間に詰める。で、こうスライディング打ち。まあまあまあ、しゃあないな、二人だから。よいしょ。まあ今日はね、今日もか。なるべく、椅子のね、説明とか、しながら、やれたらいいなと思っております。
シーカー壊す。あれは無理ですね。ちょっと、かなり正直厳しい、これは。まあ、ポイント見ると、そんなに大量失点はしてないので、まあ、まだ、ひどくはない。さあ、ちょっと弾が少ないな。UAV で見てみよう。あ、この先ちょっとバレたわ。バレてるバレてる。で、行ったと見せかけての、もう一回裏取りっていうやつね。で、気づかれてはないと思う。レーダー出てないし。1枚やって、そこ来る。ちょっと、なんか、障害物がある場所に移動。で、もう穴に入ったら使っちゃいます。で、多分センター来るかな。センター来るかも。この辺。やっぱり切ってる。やばい、これは死ぬ。登ってくるの待とうか。もう一枚、その辺にいる。はい。ストライクチーム。おお、もう一人？おお、ほほほ！出せたけど、ちょっと、噛み合わなかったな、最後。あー、屈伸打ち。で、タックリプロ痛いちゃう。椅子が取れてなくても味方を沸かせることができてしまうっていうチート性能なスペシャリスト。外周かな？いや、中にいるね、まだ。ここ早めに詰めたいね。この辺でぶつかりそうだな。ちょ、ストライクチーム落とそうとしてるな、なんか。ヘリとか。ここ来ないってことはセンターに流れたかな？ほとんどセンターですね、多分。その部屋。めっちゃ来ると思う。まだセンターは効かな、正直。なので、この辺かな？あれ、いないね。やっぱり来た。こう、回復して。あ、二人いたか、これは死んだかも。いやー、一人だったら勝ってたんだけど。さあ、ローテーション。そうですね。ここのローテは、もう先にされてるから、まずウィンドウから。こっちの小部屋のことですね、ウィンドウは。今赤点映ったんで、多分この辺いる。そこにいる。味方気づいてないな。オッケーオッケーオッケー。カバーしてあげつつ、やべ、これは下がった方がいいね。ワンチャン出てくる。危ねえ危ねえ危ねえ。さあ、もう一回見てみるけど、ちょっと味方の数が足らないんで、先にここ押さえておこうか。来そうなんだよな、ここ。で、ここ倒しておいて、ここオールクリアでしょ？で、窓入って、ポイントをまずやりたいけどやれない。やべ、これ多分後ろ来るかも。戦ってる間に。まずいな、結構。こう降りちゃいます。後ろ来そうなんでね。で、伏せとく、ここ。で、起きて、スライディング。あと窓に行ったやつだな。オッケー。で、今、レーダー見てると、正面映ってたんで、ここ当たりそう。いやー、ちょっとミスったかい。うわ、ストリーク残した、もしかして。ちょっと雑だったな、今のは。雑すぎたか？タックリプレイ。めっちゃ映ってるぞ、その辺。この下にいるな。だけど、この真下かな。ウォーマシンいる。これ死んだかもな、僕。とりあえずエリア取っておいて、味方！ナイスストリーク。出してくれてる。で、ここ前詰めて、早めに、前押ししときたいな。味方のスナイパーヘリがめちゃくちゃ活躍してるんだよね。ローテしたかな、敵さん。あ、味方の脇がおかしい。この辺いるかもしんない。ローテ、あれ、いないな。ということは、センター流れたか。この辺？階段行こうかな。階段が味方一人だけなんで、この人、カバーしてあげましょい。で、一旦下がる。いないな。ここ、モズの出番でしょ。おお持っててよかった、モズ。敵にタックリプレイ。正面かな。その前にセンター来てる。あ、これまずいな。角待ちしとこっか、ここで。いやー、ファイアブレイク、これは終わったわ。もう、ファイアブレイク、ほんと嫌い。何あれ？銃を使わずにさ、範囲攻撃で壁も透ける攻撃を出してくるって。チートじゃん、マジで。おー！アナイオレーター。
このエリアダメっすね。もう次ですね、これは。ちょ、迷彩見ていこっか。時々。あれ武器を眺められない。オッケー。さあ、味方はいったけど、一応タックリプレイ焚いて、ちょっと今の打ち方危なかったな。うわぁ、ちょっと厳しい。でもタックリプレイ焚いてよかった。ここは構えておきましょう。左か右か。アナヤルタ使っちゃおうかな。手前にいる。やべ、これ死んだ。いやー、結構僕頑張ってるけど。GG だな、めちゃくちゃ。センター来そうじゃない？ちょ、センター押さえておこうかな。味方はオーマシン出してるからエリア大丈夫だと思うけど。これはちょっとローテしようかな、このまま。で、今、正面、この左側、味方は来ましたね。で、ローテが完了した。まあ、ローテしとこう、普通に。僕一人だけどね。なるほど。敵2枚か。若干下がって。これは最初に見たやつなので、あと1枚だけそこにいるの。で、オールクリア。もう1枚来てますね。ちょっとアイシャルもらおうかな。外周に行ったね、彼は。かなり多い、かなり多い。さあ、ちょっとポイント守る動きしましょうか。ちょっと、こう引いて、ウィンドウだけ見る。で、登ってきたやつを撃つ。後ろから入ってきたやつ？もう一枚後ろだね、これ。タックリプレイ焚いてる。まずいな。後ろ入ってきそう。いやー、わかってるけど。これは敵の数が多いな。UAV。顔出してこい。あと上だね。で、ここはローテのためにあんま押しすぎたくないな。外から削りたい。OK。UAV 出すと、やっぱ窓かな、来るとしたら。いやー、強い。敵さんも普通にやるな、今回、ほんと。ここもう一人いた。ここ、左角にいないかな。あと、ウィンドウ行きましたね。そこ、決め打ち気味。もう一枚いる。危ねえ、よかった。で、こう、隠れて回復して、もう UAV 出し、正面かな、来るとしたら。ちょっと早めに詰めちゃいますね。無防備なとこ打ちたいので、これは下がります。で、敵さん一気に詰めてくると思うので、ここで待つ。で、無防備なとこ打って、ここスライディングで。危なかったけど、OK! まあ、今日は若干、結構自分が考えてること解説風にやったんだけど、まあ、後付けじゃないんでね、どうしても、まあ、伝わりにくかったと思うんですが、まあ、参考になったらね、嬉しいです。はい、というわけで、お疲れ様でした。ぜひね、グッドボタンとチャンネル登録、モチベになるので、ぜひ、お願いします。というわけで、お疲れ様でした。Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun.